はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、皆さんに報告したいことがありまして、もうネタバレやね、タイトルかサムネにしてると思うんですよ。なんで早速話を進めていくんですけど、 LINE スタンプ発売決定しました。いや結構ですね、 Twitter とか YouTube のコメントでですね、ピオキングさんの LINE スタンプが欲しいなっていう方が少なからずいたんでですね、ぜひ作らせていただきました。で、 LINE スタンプもですね、プロの S さんにですね頼んで書いていただけたんですよ。まあお金払ったけど。で、今回のスタンプ8個作ったんですよね。それじゃあ一つずつですね、この LINE スタンプを見ていきましょう。それじゃあ1つ目、さっきと違うやんかー。2つ目、あれね。3つ目、うお。4つ目、なーに。笑いが出てしまいまして申し訳ありません。次で5つ目、違う。6つ目、7つ目。で、最後、了解です。この8個の LINE スタンプを作らせていただきました。で、このスタンプ声は全部入っていないんですよね。まあ、スタンプって言ったらさ、声がついているやつよりただのスタンプの方がね、やっぱ使いやすいんじゃないかなと思って、うん、わざと声をつけてないんですよね。で、もし購入してくれた方がですね、いきなり僕のですね声とスタンプを送られてきて、さっきと違うやんかみたいな、めっちゃうるせえやんってなると思うんですよ。だからあえて声はつけてません。最初はね声入りも考えたんですけど、やっぱない方が使いやすいよねって思ってわざとなくしてます。で、この8個、結構ね使い道っていうのがね難しいと思うんですよ。だから今回はですね、僕的な使い方なんですけど、皆さんにご紹介したいと思います。それじゃあまずこの画面を見てください。僕、楽天市場さんとお友達なんですけど、まず1つ、さっきと違うやんかを送ってみますね。まあ送ったらこんな感じになるのかな。意外とですね見やすいんだよね。で、次あれれ送ってみるね。ちゃんとね見やすく表示されてるんですよ。このパンダね。このパンダ、ハテナハテナハテナしか送ってこないんですけど、まあこういう風に一旦全部送ってみますね。次何で、次が違うでしょ。で、次がすーのふふふの了解です。全部ハテナじゃねえかこのパンダ。もうちょっとリアクションなんかくれよって思うんですけど、まあ今こうやってねスクロールしてるんですけど、こういう感じで表示されます。で、これどういう時に使うのみたいな、さっきと違うやんかとかどういう時使うのみたいな、それをですね僕がご紹介したいと思います。それじゃあね、まずさっきと違うやんかを送る時ってさっきと違うんですよ。ちょ、ごめん、何が言いたいかわからないんですけど、矛盾した時とか、なんか嘘つかれた時とか、冗談ですよっていう時に、お前さっきと違うやんかっていう感じの時に使うのが一番じゃないかなって思います。まあ家族の場合でもそれ使えるんですけど、例えば今日焼肉だよとか言われた時に、で実際やっぱ今日唐揚げにしたわっていう時ね、さっきと違うやんかっていう、それを送りつけてやってください。そういうパターンですね。で、次あれれっていうのは、これとぼけてるんですよ。イメージ的には僕とぼけたような顔で作ってくださいって言ったから、顔もねなんかとぼけてるような可愛らしい顔してると思うんですけど、お前この前100円貸しちゃったやんか、え、お前からお金とか借りてねえし、あれね。みたいな。そんな感じかな。まあ、それ以外にもね用途はたくさんあると思うんですよ。まあそれをですね、ここだっていう時に使ってやってください。そしてこのウオっていうのは、魚ともね見えるじゃん。これ普通の人だったらね、これをウオってね知らないと思うんですよ、僕の動画を見ない限り。だから、お母さん今日ご飯何、今日サバ、魚。そういう風にも使えると思います。もちろんね、びっくりした時にも使える。びっくりした時にぜひ使ってってください。で、次の何っていうのは、さっき僕は笑ってしまいましたけど、こっちもちょっとびっくりしてるようなイメージで使ってもらう方がいいかなって思います。この何っていうのは、友達とかが、ヨーピオキング、俺何々ちゃんと付き合うことにしたんだ、何みたいな。そういう感じで、それ以外にもたくさんあると思う。何っていうのは結構使いやすいかなって思います。で、一番難しいのが次の違う、そしてす、この2つね、どういう時に使おうと思って結構考えたんですよね。で、この違うっていうのはもちろん違うっていう意味だから、 LINE とかしてたらさ、文字だけのやり取りになるから、相手とのさ会話が噛み合ってない時ない？あ、何々ってこと、いや違う違うみたいな、そういう時違うみたいな。
冷めた目で送ってやってください。これ使えるかな。じゃあ次は吸うだね。まあこれは息を吸う感じなんだけど、僕のマリオメーカーを見てくれた方はねよく知ってると思うんですけど、罠に引っかかった時にってね、怒りを抑えるための深呼吸みたいな感じで使ってるんですよ。っていうのはね、実際使うってなった時に、まあ、わかんないんで、誰かコメント書いててこんなんがいいんじゃないですかみたいな。これ僕ね正直わかんないです。次は簡単だね。ふふふ、これはもう笑う時だね。 WWW ってあの草が生えた感じ送る方多いと思うんですよ。まあもちろん YouTube のコメントとかでも Twitter もそうなんですけど結構あると思います。そう、 WWW の代わりって思ったらいいかな。でなおかつ微笑する感じ、ちょっと愛想よく笑うっていう感じの時に使うのが一番じゃないかなって思うんで、このスタンプはめっちゃ使いやすいかなって思います。そして最後、一番使いやすいよね。了解です。これはどんな時でもいいよね。ねえピオキング、なんとか買ってきて。了解です。ねえピオキング、何時に待ち合わせね。了解です。とかね、文面だったらね、オケとか了解とか結構使う方いると思うんで、その代わりだと思っておいてください。僕が今ですね紹介したあの事例以外にもたくさん使い道あると思うんで、ぜひ活用してってください。でですよ、最近僕のことを知った方っていうのはキャラクターのイメージっていうのはめちゃくちゃ湧かないと思うんですよ。だって僕ねずっと YouTube でも Twitter でもひよこのアイコンだから、このキャラクターのアイコンっていうのがないと思うんですよ。でもねみんな昔はですねこんな感じのキャラクターのアイコンを使ってたんですよ。まあ、今ね画像出すんですけど、こんな感じのアイコンにしてたことがあったんですよ。で LINE スタンプのね結構話が上がってたから、じゃあこのアイコンをねスタンプにしようと思って、イメージはね湧きにくいかもしれないんですけど、そういうことがあったっていうことだけね覚えておいてもらったら嬉しいかな。そして僕ね YouTube では公開してないのかな、 Twitter だけで公開してるかもしれないんですけど、僕あのグッズっていうのがあるんですよ。まあ、この LINE のキャラクターが着てる服もそうなんですけど、10個ほどですねグッズっていうのを作ってまして、 Twitter のですねプロフィール欄とかから飛べるんで、見るだけでもね全然見てってくれたら嬉しいかなって思いますんで、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いします。正直言うとちょっと YouTube しかできない方には申し訳ないんですけど、 Twitter 限定で僕いろいろあげたりするんですよね。例えば、まあ、顔出しもそうだし、おしゃべりとかもそうだし、ツイートもそうだし、まあ、グッズの紹介とかもそうだし、 YouTube だけでなくね、あの Twitter の方も活動してるんで、ぜひフォローしてくれたら嬉しいかなって思います。はい、それじゃあこの LINE スタンプの価格なんですけど、一番安い価格でさせていただきました。まあ、8個しかないんでね、まあ、金額で言えば120円なんですけど、コインだったら確か50コインだったような気がするんですよね。ぶっちゃけこの動画はですね商品の紹介っていうより、みんなとですね LINE スタンプが出たぞっていうことをですね共有したかっただけなんですよね。といってもですねやっぱ購入したいなっていう方もいらっしゃると思うんで、一応概要欄にですねあの URL 貼っときますんで、ぜひ見てってください。あと Twitter のプロフィール欄にも貼ってますんで、そっからでも全然飛べるんで、よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。